この旅も終盤ですね、今日は2019年の10月の4日、ただいまの時刻は21時4分です。もうこんな遅い時間ですが、まずですね、10月4日、今日の予算6900円で少なかったんですけれども、まあ一応ですね、あの北海道フリーパスでもほとんどのあれを使い果たしてしまうんで、かなり過酷になるんですが、残り使えるお金がマイナス490円となっています。もうすでにマイナスなんですけど、あと使える、繰り越しのお金が1665円ありますということは、マイナス490足す1665ですから、今使える額の残りが、1175円あるということになります。別に使っちゃって大丈夫でしょ。使っちゃおう。もうね、どうせあの予算残してゴールしてもしょうがないんだからというわけで、今回はですね、あの、まあ、すでにまずあの泊まっている2000円の、旅館、網走にはですね、民宿ランプと、それから、酔戸旅館、まあ、多分この2つがあの私たち鉄道利用者とか公共交通機関を使っている人には特に使いやすい道東のおすすめ宿だと思うんですが、あのこういう感じのですね、あの旅館なんですけど、まあ、ちょっと散らかってますが、これで2000円良くないですか。あ、ちなみに冬はあのあれがストーブがありますんでね、あのストーブ代が600円かかりますけど、まあ、こんな感じですよ。 Wi-Fi もあります。高校2年生の時に泊まったのが最後かな。ここは久々に来たらなんか床が綺麗になってるような気がする。ちょっとね、音が響くんで廊下は静かにしないといけないんですが、ここはこういう風な、こうなんていうのかな、あの一つの一戸建てみたいなのがこう中でこう区切られたちょっと変わった旅館になっていて、旅館の中には多分直接はこの宿の人はいないんじゃないかなと思うんですけどね。これは故障中だそうですけど、でもこっちにちゃんとした洗濯機があって、確かね、これがシャワー室だったな。今誰も使ってないね。まあシャワーとかは共用なんですけど、まあまあ綺麗、こんな感じですよね。洗剤とかはあるから、多分洗濯する人は、洗剤はただなんじゃなかったかな。洗剤代は別に取れなかったと思いますよ。とか、こんな冷蔵庫とかもって、まあ冷蔵庫も共用なんで、使うときはまあ名前とか書いておけばいいのかな。あとは洗面台とかですね。なんだ洗面所、あ、いや、鏡かな。そんなん別に誰でもわからない。で、ゴミ箱も共用ですが、各部屋に簡単なゴミ箱もあって、あと廊下にはね、もう今10月なんですが、すでに暖房もついて、まあそれ北海道の標準です。これトイレ。誰もいないな。まあ、こんな感じ。今回はね、あのこう撮らせていただいて OK とかお話いただいてるんで、あの中の様子も、まあ、撮らせていただいてますが、これで2000円ってね、コストパフォーマンスいいと思いますよ。10月はまだ暖房料金かかりませんからね。じゃあ部屋の鍵を1回かける。うちの部屋は違う、うちはあれ、うち何号室だっけ。8号室か。だよな、そうだよな。あ、よかったよかった。そうですね、部屋の鍵がねここに置いてあるんですけど、コンデジも持っていくか。よし、難しいな、これ難しいですよね。ちょっとほんと静かにしないとね、あの部屋の音普通に外に聞こえるんで、こうだな、こっち閉めればいいね。まあ今夜の9時なんで、ギリギリ廊下でまだこういう風に声出しても大丈夫かなと思うんですけど、そろそろね、もう一番早い人なんか寝る時間ですから、北海道旅行者とかは翌朝が早いって人も多いからね。私の靴なんですけども、ここに一応そうか、管理人室ってのはあんのかな。夜人いるんですかね、どうなんでしょうか。で、あのここをじゃらんとかでも予約できるんですけど、あのこれね、お泊まりの方は松尾ジンギスカンで受付してくださいって書いてあって、まあ、ここは多分ね、あの夜中空いてるんだと思うんですよ。よし、で外はまあこういう感じなんですけど、立地条件は悪くなくてね、石岡本線の予備等駅、まあ、無人駅で3時間に1本ぐらい列車来ますが、朝晩はまあまあ本数があります。で、あの歩いて3分です、駅からね、予備と旅館、まあ、この旅館のまずこの看板も結構雰囲気がいいわけですけど、今皆さんにお伝えしたように、ここはですね、あ、ちょっと今画面吹きましたけどね、あのこのお隣の松尾ジンギスカンさんと、まあ、共同というか、ここの松尾ジンギスカンをあの営んでる方が、あの予備と旅館も経営されてると。で、さっきも言いましたように、ジャランネットとか、楽天トラベルでも、予約できるんですが、まあ、やっぱね、あの手数料とかの、それで旅館が払うことになるわけじゃないですか。で、あのいつもね、値段もあの増税とかしても、あの安いまま2000円でずっと据え置いてくれてるんで、まあ、私は一応あの、そのお礼の意味を兼ねてね、毎回直接電話で予約してるんですけど、あ、千冊持ってきたな。確かね、私ここでね、ジンギスカン食べたことないんですけど、このお店ではね。でも、確か1000円で
定食食べられたはずなんだよな。中入ったらね、ここで宿の受付をしていただくんですけども、まあ、それはもうさっき私はとっくに済ませまして、今お客さんとして入ってきました。もう今日はね1100円ということで、まあ、すごいいろいろ考えたんですが、単品メニューだと肉だけ出てくる。セットメニューはライスと味噌汁付きで1200円でしたね。で、小ライスにしたら1100円ギリギリ収まると思ったんですが、なめ肉の800円がありましたんで、これとそれから、ライスの中、これを合わせればね、1000円、うん、これだったら大丈夫。本当は野菜とかも頼みたいですが、また来た時にたっぷり頼みましょう。北海道ではジンギスカンっていうのは結構よく食べる料理ですが、まあ、本州だと馴染みがないと、まあ、要するに焼肉っちゃ焼肉ですが、自分でこれに乗っけて食べるわけです。で、私の知ってる限りでは野菜をもうあらかじめ下に敷き詰めて上に肉を乗っけて焼くみたいな感じだったんですけど、ここはねちょっと特殊らしい。野菜を周りの溝に敷き詰めて、その後肉を上に乗せて、で全部こうかけて野菜は煮るような感じで火を通すんだそうです。全部一気に焼くと美味しいとのこと。生の肉を持ってきてもらって火をつけて火を通せばできますから、提供が結構早くて食べ始めもかなり早いです。暇になるということがありません。これがねいいところ。もう火通ってきてるかな。そろそろ取ってもいいでしょう。いやー美味しそうだこれ。特にね寒い時に食べると美味しいですが、もうすでに北海道は寒くなってきてますからね。道民の方に言わせると全然寒くないそうですが、いや美味しかった。本当に美味しかった。もうなんか多分栄養が欠乏してるところもあるんでしょうけど、まあ、欠乏とまではいかないけど、脂質とかタンパク質とかなんかしばらく取ってなかったような気がするんですよね。でまた野菜とかもまだ取ってなかったですね。だからもう足りないものを大量に食べた感じで、私小ライスでしたね。私の頼んだやつは小ライスとそれから、波だったんで、私中のライス頼んだつもりだったんですけど900円になりました。よかったよかった。まだ一応残高は200円くらいですが、残ります。明日の予算がどうなるかですが、まあ大丈夫でしょう。うまいな、あっという間になくなってしまう。これはこの辺アクですけどね、アクも美味しいんでしょ。後で拾っておかずにしようかなっていうぐらい、松尾ジンギスカンさんは本当にハズレがないと思います。まあ私行ったことないんですけど、初めて来たんですけど、でもね道民みんなこれ美味しいって言いますからね。新千歳空港にも確か入ってんじゃないかな。で次は旅館。いや本当美味しかった、ジンギスカンね。これもう一回戻るわけですけど、ちょっとなんかねこう言われないと分かんないですね、これが旅館っていうの。でも中に入ってみればなかなか大きい、まあ結構北海道の特徴的なのかなと。あれここよく考えたら二重扉じゃないの、北海道の。いや普通北海道の家ってね、もう寒いからこういう建物は全部二重扉にしてあるんですけど、二重扉じゃないよな。真冬も確かにこれだけだった記憶あるけど、そうですよね、扉取り付けるところもないし。へー、結構寒そうですけどね。でここに靴ロッカーがあるから、みんな靴入れてないけど一応入れとこうかな。邪魔になっちゃうからね、ロッカー鍵かけなくていいや。あ、もう誰か入れてた。やっぱそんな感じか。これだったら、あ、これも入ってんな。サンダル1番はどうかな。1番も入ってる、人気ですからね。6番に入れとこう。部屋の中側の鍵はこれでかけるんですよ。どうやんだっけこれ。これでかかったかな。かかりましたね。原始的な方法。まあ、しかし中で何かあった場合はね、鍵をこじ開けるってこともできないんで、非常事態にはちょっと大変ですかね。さて昨日今日とねヒゲが伸びてますんで、もうもっと前から3日4日ぐらい剃ってない、剃らなきゃいかんな。ここはもうしばらく剃ってないな、この顎の部分は。まあこんな感じですかね。いつも適当に見ないで剃ってるから剃り残しがあるんですけど、ゴミ箱の上でやってますんでね、心配はいりません。もう行っちまったか。夜の列車もね
宿の裏から見えるんですけど、閉めてきました。特急だとね、編成が長いから見えるんですが、結構遅い時間にならないと閉まって。おー、グリーン、ハイデッカーグリーンだ。おー、後ろの顔を映すのは失敗したが、早く閉めないと。この時期でも虫が入る。あ、もうすでに入った。あ、なんかでかいのも入った。うわー、めんどくさいことになったな。もうこの厄介なバタバタ虫、これ捕まえる。部屋の電気を消して暗くしたところで外に出します。やっぱ明るいから窓辺に寄ってきちゃうんですよね。道民もそうなんだけどね、北海道って虫もなんかこう強くてですね、出したと思ったのにまだいるよ。もうやっぱね、あの虫にも命がありますからね、私としてはあの助けてあげたいと思うんですけど、数が多いで、もう秋のね、あの気温十何度とかも、朝は10度とかになるような時期なのに、なんかね、東京の夏、いや東京じゃないな、なんか埼玉の夏ぐらい虫がいっぱいいるんですよ。だからなんか虫も多分あの寒さに強いんでしょうね、多分そういう種類が多いのかもしれないな。さて、まあいろいろやることをやってたら、もうね、あの0時近いんで、そうそう寝ないといけないんですけど、もうこんな感じですよ、ごっちゃごちゃ。でもね、別にわざわざ片付けなくても、どうせ明日全部しまうんだし、まあいいっすよね、これでね。これ布団ですけど、あの2枚やりますよ。ちょっとね、遅いんで、これ2枚ですね。このね、2枚敷いてある、あのふかふかの布団、こういう感じの旅館で、ね、めっちゃくちゃよく眠れるんですよね。ほんとね、ぐっすりですよ、もう。ちょっとこういう、いつもね、列車乗ってる時とかも、あの、列車の中でナレーションつけてる時あるじゃないですか。まあ、大体いつもこんぐらいの声でね、こういう風にしてやってるんですけど、口にこう近づけて、だから、ちょっとこれ私の唾液結構染み込んでんじゃないかと思いますけどね。まあ、そろそろ寝ようと思いますんで。まあ、続きは明日ということで。よろしくお願いします。よし、じゃあ翌朝チェックアウトの時間、部屋の鍵はかけずにここにぶら下げると。これがね、あの朝の外観ですけども、あの学生の旅行シーズンが終わったんで、中高年の方の利用が多いですね。今日は平日ですし、ここにね、こんなあのこう排水用の穴が開いて、まあ、これ助かるんですけど、排水してくれるから、夜暗い時はちょっと怖いですよ、あの落っこちるかもしれないからね。これもあの新しくなったお店の外観ですが、あのあとね、なんかこう植木式の信号機があるんですよね。これどっからのやつなのかよくわかんないんですけど、あのまあ廃止になった路線のやつか、まあ、もしくはあの廃止になった信号機か、まあともかく本物でしょう。で、時間ですが、今、44分かな、多分43分だと思うんですけど、え？いや、41分でしたけどね、あの7時41分、7時44分発の、石岡本線の列車に乗るわけですが、ちょっとギリギリになっちゃいましたけどね、またいつものように。でも、まだあのあと3分ありますんで、3分前ぐらいにあの旅館出れば、多分ギリギリ間に合うんじゃないかな。まあ、ちょっと一応急いでいきますか。予備登駅はこれです。昨日もね、あの来ましたけども暗かったんで、駅の外観は分からなかったから。で、この駅はですね、あのこれから北見に行くんですけども、北見方面のホームが向こう側で、橋を渡らないといけないんで、それでちょっと急ぎ目に来たんですね。でも大丈夫、まだ来てません。いや、昨日ね、昨日ってか今日の早朝か、4時50分とかに出発していく人がいたんですけどね、あんまり配慮がなくてね、おい行くよーなんて大きな声で呼びかけて、ちょっとうるさくて困ったな。お、キハ54だ。40ばっかりだと思ってたけど54もいるんだな。
やっぱね、これは別にしょうがないことなんですけど、あの構造ですから音だけはどうしても続きになります。でね、そのうるさかった人はなんか朝一番に出ていくときに、多分仲間でまだもたもたしてる人がいたんでしょうね。行くよって玄関から廊下の部屋にかけてね、声をかけてたようなんですけど、だからうちの部屋にもね、思いっきり声が入ってきて、ちょっとそれは大変でしたよ。それ困ったな。まあ、それ以外にもね、話し声とか咳をする音とか、まあ、なんかもろもろのビニール袋ガサガサっとする音とか、テレビの音とか、まあいろいろ聞こえてくるんですけど、あんまり深夜じゃなきゃある程度はしょうがないじゃないですか。まあ朝の4時だってね、ゴソゴソする人もいれば喋る人だっているし、まあそのぐらい別にあのぐらい安いところに泊まってんだから全然構わないと思うんですけど、ちょっと大声で呼びかけるっていうのは朝の4時台にやるかっていうのはちょっとねそれは思いましたね。まあそんな感じです。まあそんなわけで、残り2日旅は続きます。どうもご視聴ありがとうございました。でも2000円でね、あんなふかふかの布団が2枚敷いてあるやつあるじゃないですか。あの2枚敷きの布団、ふかふかに寝られるってのはいいですね、やっぱ。